どうもご視聴ありがとうございます。基礎ん中です。さて、今回はですね、2024年11月17日日曜日に開催が迫りました、ジャパニーズヘビーメタルのイベント、ストライクバックについて語らせていただきたいと思います。 さあ、一つ目のポイントなんですけども、やはりですね、大きな魅力というのは、その幅広い世代のラインナップが一堂に返していると。これが大きなポイントですね。まあ、今回若手で言いますと、Tears of Tragedy,、えー、鋼、Heydes といった、まあ、女性ボーカリストのアーティスト群。そして、一方で、レジェンドクラスもすごいんですよ。えー、トリ鳥がサーベルタイガー、そしてサブラベルズ、テラローザなど。えーということ ということで私が思春期にまさに聞いてた方々から新進気鋭の若手しかも今ムーブメントのなっているガールズメタル系の皆さんもここで楽しめちゃうというこれはポイントでかいですよねなので今回やっぱりそのご来場になる方はぜひですねその目的じゃない方々のパフォーマンスも見てもらいたいですね前半はいわゆるガールズメタル 系でねまあ、それこそ私も、先日、2024年9月に、ロックラインオデッセイ2、えー、こちらで、まあ、MC の方させていただきましたが、まあ、今年のキャスティングなんかももう完全に、ガールズメタル系で、えー、ラインナップが固められてたと。まあ、それぐらいのムーブメントになってるわけです。ただ、このムーブメントのファンの方々だけでは、なかなかその、広がりというのは、作れないと私は思うんです。なので、そういった、 いった意味で対局を成す古くからメタルを愛する方々に新進気鋭のガールズメタル的な方々を 楽しんでいただく。あ、いいバンドあんじゃん。これが理想だと思うんですよね。実際、1回目のロックラインオデッセイでも、まあ僕、えっ、ー、と、ロックサカバディオさんに、えー、行った時に、ちょうどロックラインオデッセイご来場になってたお客様がいらっしゃってて、で、感想を聞いたら、あの、人間一さんを目当てに見に行ったと。ところが、その前に出てたマテンロオペラ超いいじゃん。ってことで、マテンロオペラファンになっちゃいましたよって。 これをね、やっぱり、いろんなところで生み出していくようなことは大事だと思うんですよね。なので、まあその、二つが乖離しているように、一瞬見えるんですが、でも同じメタルじゃないですか、仲間じゃないですか。これ相互に盛り上げていく。そして近しい人たちが握手して、よりシーンを活性化させていく。これがストライクバックでは、一日で楽しめちゃうということなんですよ。 さあ、これはね、あのー、個人的にめちゃめちゃ楽しみにしている二つのユニットがありまして、まず一つがパニッシュ。まあ、ユニットというかバンドなんですけど、そしてもう一つがコーズ4ポーズ。この、まあ、ある種別ユニット的な二組。これ、今回楽しみですね。あのー、まずパニッシュは、ボーカル久保田洋子さん、ギターシャラさんこと石原慎一郎さん、そしてベースがテラチンさんことテラサー光一さん、ドラマは、えリュウさんこと西田、ドラゴン龍一さん。 もうね、余ったあるキャリアを積み重ねてきた方々による、いわゆるジャパニーズヘビーメタル界のスーパーユニットですよ。で、このバンドが、まあ実際音源は僕も聞いてたんですけど、めちゃめちゃ、 かっこいいヘビーキャッチ最高なんですよ。なので、その楽曲が生でしかももう言ったらね、もう手だれのスーパーテクニシャン揃いですから。 これは楽しいですよ。うん。そして、もう一組は、コーズ4ポーズ。まあ、あの、詳しい方であればご存知だと思いますが、アウトレイジが、まあ、3人体制だった時期に、まあ、それで、あの、音源を何作品か出してるんですけど、今回はその3人体制の音源をライブでやってくれるということで、これレアですよ。まあ、ちょうど手元にあったんで、ちょっとこれ見せますけど、これ、あの、改めて聞いてみたんですけど、いや、もうバキバキ、 うん、ででボーーカル安井さんんがベースのね、えー、勤めてらっしゃるんですけどもうね、安井さんのボーカルもまた凶暴なんでね、これあのー、インタビューも見ましたけれども、まあ、とにかく爆音でとか、凶暴に、みたいな、まあ、そういう、なんかこう、うん、なんでしょうね。 うん、ちょっとおっかねえフレーズがどんどん出てくるんで、この二組、だからベテランでありながら、今もなお進化する、そんな姿も皆さんに楽しんでもらえるんじゃないかなって、だどの立場だよえ。皆さん楽しめるんじゃないかなと、このように思っております。 さあ、ストライクバックは今回20周年を迎えられるということでおめでとうございます。そんなストライクバック、今回特に攻めてるなと思う二組、実はあり、おりまして、この二組がゴツトツコツ、そしてエターナルイリジアムの二組。で、ゴツトツコツさんは、まあ僕も自分のやってるイベント、基礎メタルフェスティバルでも出てもらったことがあるんですけど、まあ、バキバキ強行、そしてテクニカルなデススラッシュメタル,ル、 で、しかもね、ボーカル高畑さんの MC がまたね、いいんですよね、ウィットに飛んでて。で、しっかりと、その、いわゆるファニーなハートの掴み方もできるっていう、このね、なんかこう、逆張り両方いけるよ、みたいな。 これごちとつこつさんね、生で見られる方多いのであれば、いや、これ必見です。絶対に楽しめると思う。そしてもう一組、これは僕初めて今回拝見させていただくことになるんですけど、エターナルイリジアムさん、音源渋いっすよ。もう今ね、世界的に活動されてるグループなんで、まあ、あの、その世界観というものも、なんかこう日本にとどまらない雰囲気がかもし出てるんですけど、まあ、音ぶっといし、グルービーだし、そして、 で、もうなんかバッキバキにこうベースがうねるというか、そのなんかいわゆるドゥーム系のヘビロック、うん、これはね、もうなんか日本人離れてしてるというか、あのごちとツこつツツさんもね、結構ワールドツアーとかもやったりするようなグループなので、この二組が入っていることでイベントの深みがぐんと増してるような気がします。 てなわけで、様々な世代、ジャンル、そして活動形態が一日で楽しめるイベント、えー、ストライクバック、えー、メタルマニア基礎山中激推しのイベントです。ぜひ皆さんご来場ください。私別に主催者でも出演者でもないんですけれども。では。